皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、本日から世界同時封切り、ね、映画ワイルドスピードの最新作ファイアブースト、ね、ぜひ見に行かれてくださいということでですね、記念でヤマダ電機限定のアソートのご紹介でございます。はい、新金型はね、2種類ございます。でまず1台目が、シェイビーのルカミーノですね。エルカミーノちゃん、はいね、ピックアップ版です。アメリカとかね、海外ではピックアップ版ってすごいね、いい感じですよ。はい、で次にね、3作目のワイルドスピードにね、東京のやつでドリフトで出てたね、こちらですよ。ランサーエボリューション、ね、で顔つきとかね、後ろの感じもね、すごいよくできてますね。いい感じです。はい、でね、まあスカイラインはね、もうね、もう何も言わなくても皆さんご存知ですからね、もう言う必要がないって感じですよね。はい、ね、これもね、いい作りになってるんですよ。はい、でそれでこれは何でしたっけ、これは何でしたっけ、何でしたっけ、はいね、これもけど、あのいい作りになってます。はいね、RX7 ね、あのね、分かりますよね、皆さんね、もう説明しなくてもね。はい、でこれもね、かっこいいんですよね。これもうほんとね、かっこいいね、もうアメ車っぽいですよね。ビューイックのリーガルですよね。はい、いやこれもね、よくできてます。欲しい時代ですね。はい、でこれポルシェですね、涙目ポルシェ。これね、あのパッケージはね、あのヘッドライトがシルバーな感じなんですけどね、真っ黒系になっててね、ね、気味の悪いで、後ろもね、あの全然塗られてないんで、ちょっと買う気が失せてるっていうかね、大野は絶対買わないと思います。はいね、でこれですよね。はい、もうこちらとかもね、ちょっともうすごいですね、ウィングはね。これもまあまあ面白いんじゃないですかね。あ、でね、これが今回ね、もうたまらんですね。はい、いやかっこいいなこれね、緑色の憎いやつでございます。はい、こいつね、名前何でしたっけ、チャレンジャーです。ダッチのチャレンジャーね。でこれは、ランボルギーニですね。はいね、ボルガ、無駄もいらんこと言う前でね、これもよくできてますよね。まあけど大野は買わないかな。はい、もうランボルギーニはね、 LP400-500 で止まってる世代なんでね、はい、これは買わないと思います。はい、でこちらはね、かっこいいですよね。これもね、よくできてます。後ろもね、もうすごいし、ラインもあるしね、ジャガーの XESV プロジェクト8ですね。ね、でこうやってね、ヤマダ電機限定で6月3日からの販売ですね。はい、皆さん6月3日に備えましょう。それではごきげんよう。ここのチャンネル。